ソウル支局に聞いていてます高橋さん、このロシアの行動ですねこの時期に竹島周辺でこういう動きを見せるというこれ、韓国はどう受け止めているんでしょうか、はい、輸出規制問題で日本ともめていたらロシアに後ろから刺されたようなもので怒り心頭でしたがロシアからは反論され日本から抗議も受け韓国は難しい対応を迫られているんです。 今回の事態を受け韓国国防省はソウルに駐在するロシアの武漢を呼び出し厳重に抗議しました韓国軍関係者は韓国軍の戦闘機がロシア軍機に対しおよそ360発警告射撃をしたと明かしていますしかしロシア国防省は韓国軍機がロシア軍機の飛行ルートに割り込んだと反撃した上で領空侵犯も認めていません韓国では日韓関係が冷え込む中 アメリカも交えた3カ国の協力が緩んだ隙を狙った動きだという見方も出てきています。